参加しだしたら途中でもみんなこう切れてね、はい、忙しいのにこれやる意味あるんですか、多くのスタッフがもうこんな会社辞めてやらみたいな感じで、はい、共感しない人は辞めていったし、うん、テレビ清水俊弘のハッシュタグ仕事好きリーダーたちの思考法。今回の仕事好きマイスターもヤッホーブルーイングの店長こと代表取締役社長井出直之さん。前編ではファンマーケティングの考え方やコミュニケーションで心がけていることを実例を交えながら伺いました。中編ではライフチャートに沿って店長の原体験とチームビルディング成功までの険しかった道のりについて根掘り葉掘り聞いていきます。いろんなお仕事の写真っていうのをちょっと見たいなと思って事前に送っていただいたのがここにあるんですけど、ちょっとこれを見ながらお話をさせていただければと思うんですけど、これ結構もうメジャーになってる写真かもしれませんけど、これはもういろんな人が見たらびっくりしますよね。奥にいるの安倍総理ですよね。これそうです、そうです。これはまだ在任中のね、その政府の方もいっぱいいたあるパーティーにたまたまですねちょっと呼ばれまして、クラフトビールの結構代表銘柄として呼ばれて、いつも私場違いな時にファンの方に喜んでもらうべく仮装していくんですよ、はい、それをちゃんと SNS とかホームページ上で後日面白おかしくエンターテインメント上で珍道中みたいな形でやるんですけど、はい、この時は外国のすごい偉い方もたくさんいたので、はい、まあ、外国の方が喜ぶにはやっぱり歌舞伎役者だろうと思って髪逆立てて熊取り塗ってこう炎の絵柄の着物着て赤い傘持ってこんなのがあーなんて言ったんですよ、はい、その調子で政府の安倍さんもいるパーティーに乗り込んでいったらもう SP に取り囲まれちゃいまして、そうですよ、ね、心臓バクバクしながらなんかもうあの SP にちょっとこう怒られながらも、はい、これ以上言ったらお前逮捕するからなって言われてここまでだったらじゃあ逮捕しませんかって言った時に、うん、じゃあ失礼しますって言ってうちのスタッフにイエーイなんて言ってこう撮ってる写真が来るんですよ。 2,3 メーター先に安倍さんがいるんですけど、もう忘れもしない180ぐらいのみんななんか耳からイヤホンしてて黒い黒ずくめの SP の3人にバッと囲まれて、でお前は誰だって言われたんですけど、いやいや僕パーティーに呼ばれているって言ってこうなんかバッチを見せてね、はい、ドラみたいな、一応ここにいる時点で、はい、そこまで警戒は本当はされないはずなんですけど、はいはい、けどもういでたちがね歌舞伎役者なんで危うく逮捕される寸前まで行きました、はい、それに比べるとこれはもう真横まで、はい、行ってますけど、これは三木谷さんですかね。そうです、これは楽天 の, 社長の三木谷博さんで、はい、どっちが店長ですか。これ左です、原型がそうです。で右側がですね、はい、当時のインターネットの責任者で実はこの本を執筆した佐藤潤っていう、はい、うん、まあ、これは楽天の一番すごいパーティーでショップオブザイヤーっていう楽天市場のその年の MVP の賞を取った店舗さんを集めたパーティーがあるんですね、はい、うん、そこも毎回仮装で行ってて、はい、そのインベーダーの格好して我々海外から夜な夜なエールを広めに来たんだみたいな感じで会場に いた人にね、こう夜な夜なエール振る舞いながら、お前も夜な夜なエールファンになっただろビーみたいな感じで、そういうのやってたら三木谷さんが呆れて呆れている写真で呆れてる写真で、こういうのも全部、はい、SNS とか写真で撮って、うん、ホームページでも公開して、ファンの方が、ああ、面白い、さすが夜な夜なエールの店長も、こんなことやってて、素敵みたいな。はい、これもファンの方に喜んでもらうコンテンツの一つで。なるほど。仮想で言うと、もう一個だけ、サグラダ・ファミリアですか。あ、そう、すごい、はい、これはそう、グレート・プレイス・トゥ・ワークっていう働きがいのある会社の、はいはい、これもベストカンパニーに選ばれた、今5年連続選ばれてるんですけど、それの初年度の仮想で、はい、うん、サグラダ・ファミリア、そうです。未完成って書いてます。そう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 、桜田ファミリアはもうずっとね、はい、こう建築してるじゃないですか、はい、なのでチーム作りももうこれは終わりがない、うん、今まだ我々ベストカンパニーに選んでもらったんだけれども、桜田ファミリアと同じように建築途中なんだっていうのを、はい、これ仮装でやったら、うん、ずっと前から受賞している表彰式あって、我々この時が初めてだったんですけど、こんなことしていく人たちがいないので、はい、みんな集まってきてて、あなたたち何か出し物の方ですかとかね、はい、その頭はボーリングのピンですかとか私の右隣がその人事の責任者なんですね、はいはい、で人事の責任者に向かって、あ、建築業界でグレートプレスワーク取られたんですか、珍しいです、いやいや我々ビンビアですみたいなね、はあみたいなハテナマークが。この仮想というのはご自身で考えられるんですか。いや、これはね、はい、前は私考えてたんですけど、はい、今はもううちのチームがですね、はい、いろいろ考えて仮想まで作ってくれて、私当日行ってもう言われるがままにこう記されて、はい、シナリオ台本を渡されて、はい、店長こういうふうに動いてくださいね、あ、分かりましたみたいな、私はエンジャーで、もう完全にうちのチームのメンバーが好き勝手に私の意見など関係ない、うん、正直これは違うなみたいに思ったことってあるんですか。
まあ、多々ありますけど、まあ、理由を聞くといつも面白いので、はい、あ、そうか、みんながそれを考えてくれたんだったらいいんじゃないか。すごい困ったのが1回だけあるんですよ、はい、服を着るのに1時間近くかかる大掛かりな衣装の時に、はい、途中でトイレに行けなくなってこれトイレ行きたいんだけどどうしたらいいの、はい、我慢してくださいこれ1回脱いだら次1時間ぐらいまた着るのかかります我慢してくださいみたいな、これはね本当に大変でした。でもそういうのも含めて、まあ、きっと認めてくれるっていうのでチームビルディングがやっぱりできてるからってことなんでしょうね。失礼します。まあ、そんな店長がまあこれまでどんな人生を歩んで、まあ今みたいな思考法を身につけたのかっていうところをぜひ探っていきたいなと思って、はい、ライフチャートを書いていただいたんですが、ライフチャートとはこれまでの人生を振り返ってもらい、心の充実度の波とターニングポイントを見える化してもらったものです。上へ行くほど充実度が高く、中心の線を下回るとマイナスなんですが、井出さんのライフチャートは20歳からスタート、まさに山あり谷ありの人生ですね。30代にはどん底を経験されていますが、今では大きく右肩上がりの充実度になっています。まあ、実に波あり谷あり、波があるんですよね。はい、スタートを20歳にしていただきましたけど、まあ、それまでっていうのはどんな感じの子供時代って言われてたんですか？あの小学生時代はもうわんぱくで、うん、本当に気の向くままに好きなことばっかりやって、うん、勉強もあまりできずに、うん、でまあ、その後は小学校の後半ぐらいから少しこう勉強ができるようにいい先生に巡り合って、うん、中学もこうスポーツの部活に熱中し、うん、私中学卒業したら普通の高校に行かなくって高専と呼ばれる5年間の工業の専門学校に行ってたんですけど、うんうんうん、そこはもう本当に自由で、自由っていうと語弊がありますけど、勉強はあんまりしませんでした。途中からアルバイトで社会経験を積みながらお金を稼いで、半分はアルバイト、あと半分はあまり大きい声で言えないですけどパチンコして、ずっとパチンコ生活とアルバイト生活やってるような学生時代を二十歳まで過ごしていて、それで二十歳で初めて社会人になった。高専なんで5年間二十歳で就職するんです。二十歳で社会人になってプラスの人生をまずはスタートしてますけど、はい、最初はまあ上場企業のエンジニアをやっていて、はい、まあ、いろいろ注目される花形な部門に配属していただいたので、うん、まあ、楽しく、まあ、ここもかなりあの自由にいろいろやらせてもらってすごく楽しくって良かったんですけども、調子に乗りまして5年間ぐらい働いたらですね、あ、なんかこの会社でもいろいろ経験したからそろそろ転職するかみたいな、はい、LL のものは得たなみたいな、なんかね、もうそれで、あの、じゃあ次にやりたいのは自然に興味があるんで環境アセスメントの仕事にちょっと転職しよう、はい、なんて、はい、転職したら、はい、したらガクッと落ちちゃいます、ね、はい、落ちてますね。まあ、理想と現実のギャップがあまりにも、はい、自然が好きなんで自然のためになる環境アセスメントみたいに思ったんですけど、はい、まあ、なかなかそこはよくその業界のこともせず、うん、本当にこう肉体的な労働も大変で、うん、あれ俺がやりたかったのはこんなんじゃないなんて思って、うん、半年ぐらいで辞めて、はい、勢いように転職したのにもう半年で奈落の底に落ちちゃって、はい、でももう一回転職をして上がる、はい、でまあその時辞めた時に、はい、次に何したいっていうのもなかったので、うんうん、自分探しの旅に出たんですね、はい、でしばらくは仕事をせずに、うん、まあ、アメリカンバイクにキャンプ道具をこう積んで、はい、日本中、まあ、特に東北とか北海道を中心に数ヶ月こう旅をして、うんうん、俺って何なんだろうとか、ね、はい、これから何をしていこうみたいなのを探して旅に出て、まあ、ずっとキャンプ場とか空き地に野宿する生活をしてたんですけど、結局それは楽しかったんですけど、はい、何も見つからず、はい、でだんだん寒くなってきてバイクで旅をするどころじゃなくなって、はい、お金もなくなってきたので、はい、何も見つけられずに帰ってきたんですけども、うん、ただその時に自然が好きだなっていうのが分かって、はい、自然が好きなのを仕事にするのは良くないっていうのが前職で分かったので、うん、自然があるところに住もうなんて言って、まあ、たまたま縁があって、うん、何の、 あの身寄りもない長野県の軽井沢の、うん、まあ、個人でやってる広告代理店にたまたまあの拾ってもらえて、はい、そこに転職したのが旅から、はい、軽井沢の自然があるところに行ったのも少し楽しくなったんで、うん、プラスになっていく、はい、なるほど。また3年ぐらいでですね、はい、その経営者と喧嘩をして、はい、クビになったり、うん、もう辞めることになって、はい、3度目の会社も辞めちゃって、はい、でまた次も決めずに辞めちゃったんで、はい、またパチンコ生活をして、はい、どうしようどう生活しようなんて言ってたら、はい、たまたまその時にお客さんであった星野リゾートの星野に、はい、今度ビール事業やるんで一緒にやんないって声かけて拾ってもらったの で、うん、でそこでビールって、まあ、お酒好きだったんでビールでブワーッとテンションも上がって創業メンバーとしてね
地ビール部門を手伝って、はい、すごい夜な夜なエールが一番最初作ってビール、はい、めちゃめちゃ売れるとか、うん、みんなもういやもう夜な夜な売ってくださいお願いしますみたいな方たちがいっぱい軽井沢の会社に来てくれて、うん、お土産行ったら絶対買いますもんね。うわー、はい、って思ってたらこれも3年ぐらいで地ビールブームが終わって、はい、どん底ってなって、はい、もうキューッと下がりましたねこれ。売上がもう、はい、あの地ビールブームで上がってきたら急激に下がっていったら、はい、売上も下がっていってでどうやっても分かんない試行錯誤しながらやっていっている間に組織が崩壊しまして、それ相応に仲良かったんですけど、うん、みんなもうやめていっちゃうわけです。こんなビールなんか売ってられるかとかね、うん、散々な捨てリフを吐いて仲良かったはずなのに、うん、業績がもう何年も悪いのが続いくと、あと倒産の危機だともうみんな分かってたので、はい、ひどい状況でやめていってもどうしようもないっていうのが何年も続いて、これ長かったです。結構長いですね、どん底が、はい、5年ぐらいこう続いて、うん、そこでもう本当にどうしようもなくなって、はい、私も営業やってて、うん、ヨナエネルが売れない、扱ってもらえないので、うん、最後に残ったのがインターネット通販はやったことなかったので、うん、一応出店だけはしていて、はい、開店休業状態だった楽天市場のインターネットショップを一人で、うん、まあ、営業をやめてやり出したところから、はい、あインターネット面白い、はい、ネット担当からぐーっと、はい、まあ、お客様と初めてインターネット通販でつながって、うん、それまでは酒屋さんとかスーパーに卸していたんで、うん、あのお客さんとの接点全くまるでないんです。でもインターネットでお客様とメールでやり取りしたり注文でコメントをもらったりして楽しいし、ヨナエネル最近売ってなくて困ってたのよ、うん、なんかインターネットで買えるって分かってすごいありがとうなんて舞い上がってボンクラだったんですけど、はい、楽天市場の店舗さんをフォローする、はい、研修がもうたくさんあるんですね、はい、楽天大学っていうのが。それに片っ端から受けていくとボンクラだった私でもこうやってページ作ってこうやってメルマガ書くんだとかっていうのが分かって、はい、だんだん業績も良くなっていってこうプラスに転じて、なるほど、ずっと行って楽天市場のショップオブザイヤーっていう年間でそのジャンルで最も優秀な売り上げが立つメーカーに選んでいただけるようになって楽しい充実の盛り、それが認められて創業者の星野から社長バトンタッチでうわーっと上がっていったら、そっからすぐまた社長になったとガクッと下がっちゃいましたけど、大変だったんですかやっぱり。これがまたひどくてですね、インターネット通販で業績が伸びていっても私ともう一人ぐらいインターネットの担当がいて、この二人は常にモチベーション高く楽しくやってたんですけど、その他のメンバーは一生懸命はやってたんですけど、まあ、どん底の悪い期間が長かったので、暗い感じの会社ですし、まあ、手伝ってもくれないし、まあ、自分の仕事はやるんですけど我々のなんか仕事手伝ってくれるわけでもなくみたいな、本当にこの業績って私が社長になった時にもう一人二人でやっていくにはもう無理だと、社員全員でやっていかないといけないと思いまして、チームビルディング研修っていうのをちょっと自分で受けてみて、それが非常に素晴らしかったので、その研修をもうそっくりそのまま社内に持ち込んだんですね、はい、そしたらですね大混乱しまして、こんなチームビルディング研修なんか意味ないですよねとか、はい、そんなのプライベートでやってくださいとか、はい、もう それと売り上げの関係をちょっと説明してくださいとかね、違うんだよ、チームでやるのが今ね大事で、はい、チームができたらすごいことになるって研修でね、本当にね俺は目が覚めたんだみたいなこと言っても、大概のメンバーは、はい、あうちの社長宗教にこう染まってきたみたいなね、変な研修にちょっと染まってきて、もうダメだこいつはみたいな。でも会社が真っ二つに割れて、一部の支持するチーム作りを支持する人、そう私もチームこのチーム感は問題があると思った、なんとかみんなで一生懸命やっていこうっていう人と、その他大勢の、そんなの意味がない仕事をやれよとっていうのが分かれたんですけど、この支持してくれた人たちとこういう研修をその後もしつこくやっていって、少しずつ賛同者を増やしていった3年間の間は本当に大混乱、多くのスタッフがもうこんな会社辞めてやらみたいな感じで、共感しない人は辞めていったし、売上も急成長していったのがもうほとんど横ばい、3年でっていう期間が本当に辛くって、でも辛抱強く3年やってったら、そのチーム力がだんだん上がっていって、すごいいい会社にだんだんなっていってからはビューみたいな。なるほど。で、まあ、3年経って全然賛同しない人は辞めていっちゃった後は、チームで仕事をして目標に対してやっていくっていうのを、それをやりたいという人しか採用しない方針にしたので、後から入ってくる人はもう これが分かって入ってきているので、そうすると一つのチームを作るとしてものすごく強くなる。で、まあ、もともと会社のその経営理念とかもなかったですし、チームでやるっていうそういう考え方もない会社だったので、当然いろんな人間
間が当時入ってきてたわけです、はい、ただビールが好きな人、ただ家が近いから入社してきた人、はい、俺は一人で仕事するのが好きなんだ黙々と、うん、そういう人はそこに本当にこだわりがある人は全員辞めてったんですけど、うん、本当にそこにこだわりがある人は多分愛入れないんだと思います、うん、ただそれはそこを大事にしようとした強い組織にするためにはお互いにそれがハッピーだと思うんですよ。僕らが世界一いい会社でもなければ100社あったら100社の考え方がある。ただその考え方を突き詰めていけばいくほどそれに合わない人辞めていって、その人が合うその人にぴったりの会社がもうそれは世の中いっぱいあるわけなので、それを早く相互が理解していってお互いの船に乗り分けた方がハッピーだと今は思いますね。なるほど、そういうのも受けて、まあ、今最高潮でおそらくこれ こういう感じですよね。そうですね、もう年々年々年年年楽しいを通り越してありがたいなみたいなところが、まあ、今でも多分この、はい、画用紙の、ね、はい、これぐらいもうすでにここなんですねネクストステージはどのあたり、なんかやりたいこととか今後考えてることって今言える部分ってあるんですか？まずは日本のビール文化を変えたいと思ってるんですよ、はい、うん、ビールに味を人生に幸せをっていうのが我々のミッションなんですけど、もっと日本のビール文化をバラエティにしていって、うん、ビールを通して人を幸せにしたい。そのためにはヨナイナの存在をもっといろんなところで変えるようになって、多くの人が飲んでもらえるようにインパクトのある力を、まあ、つけて、まあ、シェアをもっと上げていくっていうのが第一ステージであって、うん、でそういうふうなビール文化の土壌が出ていったら、それはそれでもっと突き詰めていきたいと思いつつ、もっともっと世界に出ていってね、個性的なビールおよびそのビールを中心としていろんな楽しいエンターテインメントをいろんな国にお届けすることによって世界中のビールファンに幸せをお届けしたいなって、その結果ヨナイナエールでノーベル平和賞を取りたいなと思ってるんですよ。一つの例えなんですけど、うん、そのビールを通していろんな人が幸せになる状況を今もたくさん見てきてね、我々のファンの方が幸せだっていう声をたくさん聞いてるわけなんです、うん、こういうのが世界中に広がったらすごくいいな。ビールを飲んだり我々のイベントに参加してる時間だけはどんな人でも争いがなくなり、すごい幸せな時間を過ごせるんだったら、これは本当に世界の平和になるんじゃないか。これ突き詰めていくとノーベル平和賞を取るぐらい価値があるんじゃないかなと真剣に思ってまして、もうそれがもうヨナイナエールでノーベル平和賞だって、ね、それにつながって、これもずっと言ってたらもう最初の頃鼻で笑われたんですけど、最近はあなたたちだったらノーベル平和賞取れると思いますみたいなことを言っていただける方がすごく増えてきて嬉しい限りです。今回の学び、仮想など意外性のある行動はファンに喜んでもらえる、インターネットはお客さんと直接つながれる、組織が大変な時でも活路になるかも、チームビルディングをメンバーに理解してもらうには時間がかかるけど達成する価値は高い、清水ちゃん経営者と社員の方針がどうしても合わないならお互いに他の選択肢を探るべきっていうのも覚悟の表れだね。仕事はもう自分でやることはやるけど、はい、ちゃんと支障がなかったらもうプライベートも充実させて、どういう時に生まれるかっていうと、はい、仕事を真面目にやってる時は出てこないです。